小田智也は日本の政治家、トランスジェンダー、臨床検査技師の国家資格を持つ。2017年に埼玉県入間市議会議員に当選し、女性から男性への性転換者としては世界初の議員となった。埼玉県反応市に生まれ、入間市で育った。反応市立生命小学校、入間市立の田中学校を卒業。第二次成長で胸が膨らみ始める頃。 自らの性に違和感を持つようになった。中学では駅伝に没頭。進学先の埼玉平成高等学校で陸上部に入るも女子のユニフォームが嫌になり部活から足が遠のく。子供の頃は自分が大人になる未来が想像できなかった。真っ暗闇の中にいたという。帝京大学2年生の時、母親にカミングアウト。 性同一性障害と診断を受ける。母親の後押しもあり、2015年4月、乳腺切除と卵巣摘室の手術を行う。同年6月に改名戸籍を女性から男性に変更した。帝京大学医療技術学部臨床検査学科卒業。臨床検査技師として、静岡県の公立病院で勤務した。以前から関心のあった、 性感染症の勉強をするために2016年11月に病院を退職。性感染症の学会にアクセスしやすい入間市に戻った。また、セクシュアリティに悩む小中学生たちを勇気づける活動をしたいと考え、市役所に教育現場などで体験談を話したいがどうすればいいかと打診。この時民進党所属のルマ市議会議員の席や学、ま、みから、 LGBT 当事者に会って話がしたいとの問い合わせを受ける。数度あった後、関谷から市議選に出ることを勧められる。選挙の当落は関係なく、トランスジェンダーであることを公表して、選挙運動すれば、こんな人が入間市にいるんだと知られるきっかけになると思い、立候補を決意。2017年3月12日に行われた入間市議会議員選挙に、 民進党公認で出馬し、定数22に対し21位で、初当選した。細田の当選は、ニューヨークタイムズや英国のインデペンデント紙が取り上げたことにより、海外でも知られるところとなった。同年6月14日、市議会6月定例会の一般質問に、初登壇した折は、議場の傍聴席がほぼ満席となった。同年七月六日、豊島区議の石川隊が、 世田谷区議の上川綾、中野区議の石坂渡る、文京区議の前田国弘らと共に、LGBT 自治体議員連盟を設立した。性的少数者の人権を守る条例や施策を、地方議会を通じて、全国の自治体に広げていくことを目指す。同連盟には趣旨に賛同する全国62、自治体の議員78人も参加した。議員活動の傍ら、 企業や学校等で、教師や生徒に向けての講演も行う。2020年6月、英国の非営利団体、ワンヤングワールドが、年間最優秀政治家15人を発表。地域社会の若者に好影響を与えるとして、細田はそのうちの一人に選ばれた。2021年の市議選に無所属で立候補し、得票数2位で再選を果たした。ありがとうございます。